皆さんこんにちは、えー、声が聞こえておりますでしょうか、えー、先ほどご紹介いただきました、えー、弁護士の福島と申しますよろしくお願いいたします、えー、私はあの先ほどもありましたけれども、えー、上海の大会にも参加させていただきましたので、えー、その時にお会いした方々もですねいらっしゃるかと思います それから先ほどご紹介ありましたが、私は日本のですね、兵庫県西宮市にあるですね、NPO 法人パスネットというところの理事長をさせていただいております。で、そのパスネットが西宮市から委託を受けて実施している、権利擁護支援センターのですね、運営にも、 関わらせてていいただいておりますそういった関係もあって、今日は日本のですね、成年後見制度利用促進法に関してお話をさせていただきます。ではですね、資料については、私の資料をです、ね、画面共有させていただきます。まずですね、成年後見制度利用促進法について少しご説明をさせていただきます。 日本では、ですね成年後見制度が、まあ、平成12年です、ね、で2000年に改正がされて、今のです、ね、制度が運用されてはいるんですけれども、なかなかその後見制度のですね利用者が、ですね実際に制度の利用が必要だという方とのですねそのニーズと、 実際に合致していないという問題が長らく指摘されています。えー、昨年度のですね、えー、すいません、ここ,こ,こはの2021年と書いてありますけれども、すいません、2020年のですね、えー、申し立て件数なんですけれども、お約3万7000件になっています。でこれは,は前年、 2019年の申し立て件数よりも1000件増えてはおりますけれども、毎年毎年ですね、増加していると、前年よりも増加しているというわけではありません。前年よりも減少しているという年も稀にあります。なので、やはりですね、こう、制度の利用自体が伸び悩んでいるという現状があります。で、2020年、 の待つ時点でのですねえ全体とこれまでのですね総利用件数はだいたい23万件になりますでこの点からもですね日本の総人口からするとですねやはり本来利用すべき人がですねこの制度を利用すべき人が利用していないという状況がわかるかと思いますで、そのま理由としてはやはりですね 公権人に対する費用、報酬の問題であったり、あるいは制度に対する理解が進んでいないということであったり、あるいは実際にこの制度を利用すべき人が支援者にですね、つながっていないなどの事情があるかと思います。そういった現状をですね、踏まえて国はですね、 この青年貢献制度の利用が進められるようにということで、先ほど話先ほどからお話をしているこの青年貢献制度利用促進法というものを制定しました。で、えー、青年貢献制度を利用した人がですね、メリット青年貢献制度を利用してよかったと。 感じられるような制度にしていきましょうということでスタートしました2017年ですね2017年から5年かけてですね成年後見制度現状の成年後見制度の課題を解消しようとそれに向けた取り組みを進めていこうということでスタートされましたでこの課題解消のための取り組みとして まず一つ目がこの体制整備ですね。いわゆる中核機関と言われるものですけれども、この中核機関というものを各市町村に設置をして、成年貢献制度の利用が進むような体制を整備していきましょうということをまず取り組みとして挙げました。具体的にはですね、先ほど申し上げた 成年後見制度が本来利用すべき人について、えー、そういった方を早期に発見して、えー、申し立てにつなげていくそういった体制ができるようにまた成年後見制度を利用した人に対してその後ですね、えー、きちんと制度の利用があ適切に進められていくようにフォローしましょうとそういった体制を整備しようということで。えー 取り組みのの一つとしててその体制整備が挙げられていますまた、今までですね、この成年後見制度というのが、どうしてもご本人の財産管理中心に考えられてきたんですけども、やはりそれだけではないと。ご本人の意思決定支援、ご本人の意向をですね、尊重し、ご本人が意思表示、意思決定しづらい状況にあったとしてもですね、それを きちんと意思決定を支援していくということが、この制度の目的だということで、この意思決定支援をきちんと成年後見制度の中で,です、ね、行われていくようにしようということが、その課題解消の取り組みとして一つ挙げられました。でここにはです、ね、先ほど申し上げましたけれども、財産管理中心で行われてきたこの制度がです、ね、意思決定支援、 を含めたその心情保護ですね、えー、日常生活の支援などですね、そういったところにもお注力されるようにということで、えー、取り組みとして挙げられています。それから後でもお話をしますけれども、どうしてもですね、成年後見制度の中でも、この累計としては後見累計に偏っていたというところがあるんですが、あ それ以外の補佐や補助についても利用が進むようにということで、そのニーズに合った制度利用がなされるようにということで、えー、課題解消の取り組みとして、そのニーズに合った制度利用ということも挙げられています。こういった形で、この利用促進が進められてきたんですけれども、 今年ですね、今年度、2021年度が、この計画、5年計画の最終年度になります。そこで、現状、このね、利用促進法の現状はどのようになっているのかについて、この後お話をしていきます。まず、中核機関の設置状況についてですけれども、 2020年の10月1日の時点、少し前のデータにはなりますけれども、この時点で全国で266箇所の設置という形になっています。でこれは全国、日本全国の市町村の15.3%にとどまっているという現状ですで。参考なんですけれども、中核期間という形にはなっていませんが、 青年貢献センターあるいは権利擁護センターなどの名称で活動している機関というのが678箇所ですね2020年10月1日の時点で678箇所ありますというデータもありますでおそらくここから1年少し経ちましたのでここに挙げているようなその青年貢献センター権利擁護センターなどが中学期間に移行している可能性もあります で私のおります西宮市もです、ね、この,20年の段階2020年の段階では中華期間ではありませんでしたが、現時点では中華期間になっています。まあ、ただ、それを踏まえたとしても、全国の市町村の中の設置状況としては、まだ50%に満たないであろうと思われます。 それから意思決定支援についてですけれども、おお、ま国はですねかなりいろいろな場面で意思決定支援の実施を強くですね求めてきましたし、研修なども全国で広く実施されるようになりました。でその結果ですね、支援者あるいはあ、貢献人として対応する専門職の間ではですね、え、まかなりこの意思決定支援について意識がなされている。 ように私は感じています。それぞれの専門職の団体でもですね、意思決定支援がきちんとできるようにということで、団体ごとに研修も実施されている状況です。ただ、まあ、そうは言いましても、専門職すべてがですね、意思決定支援を意識して、後見人としての業務を実施しているかどうか、あるいは、後見人に実際になってはいない いい支援者ですね、例えばケアマネージャーであったり、あるいはあ障害のですね、えー、相談支援専門員などの方が、この意思決定支援を実際に実施しているかどうかというところは、ですね、正直、まだまだあ十分ではないように感じます。私のお、まあ、聞くところでも、ですね、えー、弁護士いい後見人が、この意思決定支援、十分にいい実施していないと。 いうような話も聞こえてきますのでまだまだ全員がですね多くの人が実施しているというわけではないのかなというふうに思います。また、家庭裁判所ですね、後見人等を監督する家庭裁判所においても、意思決定支援の必要性は十分認識していると。 こういうふうに思います。私たち専門職団体に対して意思決定支援の実施をですね、するようにというアナウンスも実際にありますので、その必要性を認識しているのは間違いないと思います。ただそうは言ってもですね、家庭裁判所で監督するのはまあ初期官、うん、あるいはまあ裁判官ということになりますので、その福祉の専門家ではありませんから、 実際に意思決定支援がなされているのかどうなのかということをです、ね、確認する、確認することができるような専門性を持ち合わせているわけではありません。また、その報告書ですね、えー、後見人が裁判所に提出する報告書にです、ね、でその意思決定支援が実際、適切に行われていることを示すような記載、今はそれは求められていませんし、裁判所がですね、 なかなか確認する手段というのは、現時点ではないのかなと思いますで。実際にその専門職のですね、後見人などが意思決定支援をきちっとやっていくためには、その意思決定支援を行っていないような場合にはですね、報酬を減額するなどの対応が必要になってくるんだろうなとは思いますけれども、ただまあ、それは先ほど申し上げたように、適切に行な、意思決定支援を行っているかどうかを判断できるということが、 前提になります。裁判所がですね、判断できるということが前提になりますので、そういった専門性がないような裁判所に対してですね、裁判所が報酬を減額するような判断をする、意思決定支援してないから減額するなどということがですね、現状ではできないんじゃないのかなというふうに思います。そこが課題かなと思います。 それから3つ目のですね対応として、このニーズに合った制度利用という部分なんですけれども、2020年の申し立て状況を見ると、ですねここに記載しているように、ですねまだまだやはり貢献に偏ってしまっているという状況ですね、70%ぐらいが貢献類型ということになっています。 まあ、若干ですね、えー、以前に比べると若干、補佐累計などが増加しているかなという感じではありますけれども、やはりまだまだあ貢献累計に偏った申し立てになっていますそこで、えー、利用促進法のです、ねまあ、今後について今、これからです、ね、お話をしていきますけれども。 昨年の12月にですね、次期、青年貢献制度利用促進基本計画がですね、公表されました。これも、来年度から5年ですね、かけて実施していくものになるんですけども、これが公表されました。で、その基本的な考え方としてですね、権利擁護支援の推進。 この権利保護支援の推進というのが、地域共生社会の実現のためにです、ね、この権利保護支援を推進しましょうというものになっています。そしてこの権利保護支援というものが、本人を中心にした支援、活動の共通基盤となる考え方であって、意思決定支援と、権利侵害の回復支援。 というものが、この意思決定支援、ごめんなさい、えー、権利擁護支援なんだということがですね、えー、この基本計画の中で示されました。で、えー、次期基本計画ではこのように示されているんですけれども、今年が最後のですね、今年度が最後の現在の基本計画の中ではですね、権利擁護支援という記載はあされてはいるんですけれども、 実際にはですね、やはり成年貢献制度のことばかりがですね、いろいろと述べられているような計画でした。ただやはりそういった内容についてはですね、私たちのような専門職団体であったり、あるいは現場で権利保護支援を実践されている方からですね、成年貢献制度だけがですね、権利保護支援の実現のための手段、方法ではないと、 青年貢献制度を利用しただけでは解決しないような問題がありますよということがずっと言われています。虐待の問題であったりとか、あ職法行為に至ってしまうような高齢者障害者に対する支援においては、青年貢献制度のだけではですね、解決しない問題があると。なので、えー、青年貢献制度だけではない権利し、権利用語支援全般を進めていく必要があるんだということがですね、広く言われていて、えー 全国,権利用語全国権利用語ネットでも、ですね、えー、ずっとそれを言ってきたことです。なので、そういった考え方がですねこの次期基本計画に示されたということは、とてもお有意義、意味のあることなんではないかなというふうに考えていますそしてこの、えー、次期基本計画の実際、ですね具体的な講ずべき施策として挙げられているのが、成年後見制度の見直しの検討です。 今までですね、こういった見直しの検討などということが言われたことはなかったんですけれども、今回初めてですね、まあ、もちろん見直すとまで言われてはいるわけではなくて、見直しの検討にとどまってはいますけれども、少なくとも見直しの議論をするということになったので、その点は進展ではないかなというふうに思います。 それから、総合的な権利保護支援策の充実と。これは、まあ、先ほど申し上げたように、貢献制度だけではない、いいですね。権利保護支援全般の施策を充実させていくと。総合相談窓口などですね。そういったものを作っていきましょうということになります。それから、成年貢献制度の運用改善ですね。意思決定支援の浸透。あるいは、貢献人を交代しやすくするような運用。 それから報酬の算定基準について見直す。あるいはその女性ですね。えー、報酬が受けれないような方について公的な助成を進めていくということであったり、あるいは不正防止をするということですね。こういったことを進めていくということも挙げられています。それから権利保護支援のための地域連携ネットワークづくりということも挙げられています。 でこれはあ、中核機関ですね。えー、権利擁護支援のための中核機関だけをですね、設置しても、実際に権利擁護支援があできるわけではありません。地域全体で、えー、権利擁護支援を進めていく必要があるということで、この地域のお連携を進めていくということが必要ですということが、あ この計画の中で歌われていますこれもですね全国ネットでずっと言ってきたことですのでこういったことが取り上げられたのは非常に意味のあることなんではないかなというふうに思いますすみません、えー、最後駆け足になりましたが私の報告は以上とさせていただきますありがとうございましたこんにちはアジ大学のユンテヨンです 어, 저는 이대회 처음 참석했는데 오늘 이렇게 중요한 자리에서 토론을 맡게 돼서 너무 영광입니다. 네, 그러면 저도 발표문을 공유하고 시작하도록 하겠습니다. 네, 그 토론의 어려움을 잘 알기 때문에 저는 그대로 토론문을 읽도록 하겠습니다. 네, 후쿠시마 이사장님의 좋은 발표 잘 들었습니다. 이사장님께서도 처음부터 강조하셨지만 후견 제도는 노령이나 장애에 수반하여 발생하는 구체적인 생활상의 니즈에 대응하기 위하여 만들어진 법 영역입니다. 그럼에도 불구하고 그 이용률이 매우 저조한 것이 문제입니다. 특히 우리나라에서 그런데요, 한국의 경우도 아래의 표와 같이 이용률이 매우 저조하며, 특히 유엔 장애인 권리 협약의 취지에 부합한다고 할수 있는 특정 후견이나 임의 후견의 이용이 저조한 반면, 성년 후견의 이용의 편중이 계속되고 있어 일본과 동일한 문제 상황에 직면하고 있습니다. 이러한 상황에서 성량 후교제도 이용 촉진법을 통해 돌파구를 찾고자 하는 일본의 상황을 잘 설명해 주셔서 이사장의 발표는 한국에도 많은 시사점을 줄 것으로 보입니다. 매우 네, 감사합니다. 특히 굉장히 이용 시적이 늘어난 걸 보고선 우리도 뭔가 굉장히 예, 느낀 바가 많습니다. 그런데 일본의 경우에도 여전히 과제가 해결되지 않은 부분이 있어 보입니다. 후견 건수가 많이 증가한 것은 사실이지만 여전히 성년 후견 유형이 압도적인 건수를 차지하고 있고요. 제가 찾아보니 주목할 만한 점 가운데 2019년 기준으로 친족이 후견인으로 선임되는 건수는 7,779건으로 전체 건수에 대하여 약21% 정도에 그치고 그에 반하여 친족 이외의 제3자가 성년 후견인 등으로 선임되는 건수가 2만 7천 건, 2만 8천 건 정도로 그 비율이 78%에 이릅니다. 더구나 변호사, 사법소사, 사회복지사가 굉장히 수가 많고요. 시민 후견인은 300건도 안 돼서 직업적 후견인의 선임 건수가 압도적인 건으로 나타나고 있습니다. 전문가로서의 직업윤리와 전문적 후견 업무라는 관점에서 보면 긍정적으로도 보이지만 비용 부담이라는 점에서 이용이 어려운 측면이 있다는 부정적 측면도 있을 것으로 보입니다. 또한 민법 자체의 개정이 아닌 성년 후견 제도 이용 촉진법만 가지고는 아무리 지원형 시스템을 강조하더라도 유엔 장애인 권리협약의 인연과의 부정합성 문제는 여전히 제기될 것으로 보입니다. 이러한 관점에서 이사장님께 몇 가지 질문을 드리면서 토론을 마치고자 합니다. 첫 번째, 일본 민법이 현행 후견 제도에 대해 실무에서도 문제점을 인식하고 있고 일본 민법의 발본적 개정의 필요성을 느끼고 있으신지요? 두 번째, 피후견인이 스스로 판단하고 결정하도록 하고 후견인은 의사결정 지원만 하는 것이 강조되는데도 전문적 후견인 이용이 활성화될 만큼 후견인의 법률행위에 관한 사무가 복잡하다고 판단하시는지요? 이 부분은 통역이 어려워서 잠깐 설명을 드리면. 본인이 스스로 하는 것 옆에서 도와주는 정도인데 전문적 후견의 필요성이 이렇게 많이 느껴지느냐 하는 것을 질문 드리는 겁니다. 세 번째 전문적 전문직 후견인의 비용 문제는 피후견인에게 어느 정도로 부담이 되는지요? 네 번째 피후견인을 잘 지원하기 위해서는 지역 연대 네트워크를 잘 구축하는 것이 중요하고 성년후견제도 이용촉진법에서도 이를 강조하고 있는 것으로 보입니다. 실제로 보면 일본에서 공공 후견인 발굴 이외에 특별한 성과를 찾아보기가 어렵고 공공 후견 이용실적도 생각만큼 많지 않아 보입니다. 법 제정 이후 공공 후견 이외에 지역 연대 네트워크와 관련하여 어떠한 성과가 있었는지 말씀해 주시면 우리나라를 위해서도 굉장히 감사하겠습니다. 다섯 번째 한국에서도 공공 후견인 지원 제도가 발달장애인법, 치매관리법 등을 통해 시행되고 있는데 공공후견인의 업무는 굉장히 어려운데 비해 한 달에 15만 원 정도만 지급됩니다. 일본에서는 공공후견인에게 어떤 지원이 이루어지고 있는지 궁금합니다. 이상 부족하나마 그냥 궁금한 게 많아 두서없이 질문을 마구 드리면서 토론을 마치고자 합니다. 다시 한번 좋은 발표해 주셔서 감사합니다. まず一つ目のご質問、ですねこの制度の抜本的な改正の必要性があるかということですけれども、私はあの大いにいい改正の必要性があると感じています。と言いますのも、やはり成年貢献人にですね、えー、包括的な代理権が与えられてしまっていると。 いうことですね必要に応じたものではなくて、ですね、えー、もう後見人にすべほぼすべての代理権が与えられてしまっているというところについては大きな問題があると思いますしまたあ、そもそもですね、えー、意思決定支援ということでは本来なくてですね、えー、後見人がどんどん自分の判断で 代理権を行使できてしまうというような制度がまさに先ほどご指摘いただいたように国連の権利条約に違反するような内容になっているんだろうなというふうに思います。また、状況に応じてですね、青年貢献制度の利用をやめるということが現状難しいということであったり、先ほど申し上げたように家庭裁判所の監督機能が不十分であるということなども現状の制度 をですね、えー、使っていくということにはもう限界があるんだろうというふうに思っています。それから2つ目ですね。えー、その専門職後見人が多いということの問題についてなんですけれども、前提としてですね、親族後見人があなかなか選任されないその背景として、えー、親族後見人による不祥事不正というものがあ多いと。 いう問題があります。額としては、そんなに大きな額ではないのかもしれないですけれども、おまあですね、心臓後見人による不祥事がです、ね、かなりの数に上ってしまっていて、そのため、家庭裁判所がどうしても専門職後見人への選任に向いてしまっているという、そういう現状があります。 また、専門職を兼任が選任される理由としては、やはり法的な対応を行うというケースも少なくありませんので、その範囲、部分で言えば、ですねやはり弁護士や司法書士などの専門職に依頼がされるということもあるかと思います。ただ、そういった問題というのは永続的な問題ではないので、その問題が解決した後はですね、えー 社会福祉士の方に交代をしたりあるいは先生言われるような親族に交代するということももう少しあってもいいんではないかなというふうに思いますただやはりあの福祉的な対応まあ、介入拒否のようなですね、えー、問題があるようなケースはやはりそこは親族ではなかなか対応が難しいので社会福祉士のような専門職が対応する必要が出てくるんじゃないのかなというふうに思います 続いて、三つ目のご質問、費用の負担の問題ですけれども、大体日本ではですね、月1万円から2万円というのが、あごめんなさい、月2万円程度というのが一般的です。で、えー、ただ資産が十分ない方に関しては、無報酬というような場合があります。でそういった場合にはですね、えー、行政、自治体が報酬を助成する、う利,用利用支援事業といいますけれども、そういった制度もありますが、 この適用についてはですね、各自治体ごと、行政ごとにその要件が違いますので、どこの行政、自治体であっても、みんながこの利用支援事業を受けられるというわけではないというところが問題として挙げられています。続いて3つ目ですね、地域連携ネットワークの問題ですけれども、 確かにこの市民貢献人はあまり進んではいませんけれども、この地域連携ネットワークというのは市民貢献人だけの問題ではなくて、青年貢献人、その他ですね、ご本人を支える支援者ですね、全体としてですね、福祉関係者、行政を含めた支援者全体がご本人を支えていくんだ、チームとして支えていくんだと。うん いうことが、まさに地域連携ネットワークということなんだろうと思っています。後見人がついただけでですね、後見人一人でご本人を支えていくということはできませんので、やはり 後見人以外のです、ね、ケアマネージャーであったり、相談員だったり、そういった方がですね一緒にチームとなって関わっていくということが重要なんであろうと思います。以前は後見人がついたら、ですねみんな支援者がいなくなってしまったり、関わらなくなってしまうということも少なくなかったんですけれども、最近はそういったケースが減ってきているというふうに認識しています。はい それから、えっ、ー、と、最後ですね、5番目の質問です。えっ、ー、と、公的なその費用の助成、あるいはその市民貢献人へのですね、支援という部分ですけれども、市民貢献人の報酬の考え方はですね、各自治体ごとにか異なっていて、報酬を請求するっていう市民貢献人のですね、えー、まああの行政もあれば、報酬請求しないというふうに考えているところもあります。ですので、えー そこは地域ごとにちょっと異なっているというところがありますし、えー、日本ではですね誰が後見人になっているかということで、えー、報酬が変わるということはありません。えー、市民後見人であろうと専門職であろうと、報酬請求をする場合は、ですねその業務内容によって報酬が決まるのであって、その属性によって変わるということは日本ではありません。で、えー 費用がです、ね、資産が十分じゃない方への助成については、先ほど申し上げたその利用支援事業というものがありますけれども、その利用支援事業の適用についても、市民、公権人、親族、あるいは専門職、いずれであっても適用が認められるのは同じなんですけれども、ただ、先ほど申し上げたように、その要件については行政によって異なるので、その問題というのは同じく残るということになります以上回答とさせていただきます。